はい、こんにちは、ビッグボーイです。モンハンワールドまたやってきます。生態調査の方を見たらね、ゾラマグダラオスが増えてて、前回ボルボロスを砂漠エリアで買って、で、マグダラオスのなんか一部というか、かけらというか、ここにある。お疲れ様です。お疲れさんです。それ行け、捕獲班。ほうほうほう、よろしく。おい、捕獲ってね、昔モンハンやってた頃からずっと苦手なんだよな。いつの間にかね、死んでるんだよ。捕獲する前に。あとちょっと他の人とも話しよう。今回武器ね、体験にしてみた。うん、あ、そう、一騎団のとある人がね、突然話しかけてきて、私のこのツインテールを見た瞬間ね、5騎団のハンターであるということが分かったっていう。すごいよね、1騎団の人たち。上か。人じゃない、クエストボードだ。じゃあこっから飯食って行きますか。どう？今度はこの人からもなんかクエストがあるか。うまい魚に焼き場がある。ほう。ああ、これあの砂漠の湿地エリアのとこにいた虫じゃない、魚とあと別の虫だ。さて、お食事券持ってないよな。持ってた。お？ほう、お食事券使ったら何でも OK か。でもまあこれといってなんかぶっ飛んだ食事ができるわけでもないんだけどね、今。気まぐれ定食食っとこう。いい、短縮。さあ、ハンターをね、ハンターじゃない、前回は学者を護衛したけど、今回は学者、学者を助ける。行方不明になってるらしいから。到着。よーし、学者さんを探しますよ。何か痕跡はないでしょうか。畜生、呼べねえ。もらえるものはもらって、これはスリンガーか、石ころ。ここ第一キャンプ。あのモンスターって買ったら生肉出んのかな。通してみよう。あ、なんかこの鹿みたいなやつ見たことあんな。なんだっけ。ちょっと切ってみよう。切ってみた。お、取れる。行方不明言うてもな、どこにいるんだろう。こっちの方かな。あれじゃないかな、確かこのマップ地盤が柔らかくて落ちる場所があったんだけど、これ痕跡だった。シルベムシに案内してもらおう。おお、おおじゃねえ。あ、もう誘導してくれる。便利だな、これ、本当に。あれ、変な
痕跡がありますよ。変な痕跡。待ってください、シルベムシの反応が。青い。日が暮れる。本。こっちにも青い虫。たくさんあるけど、無事ですかね、学者。うん、しか言わねえ受付嬢。こっちか。あれは、あれは学者さん。でも近くにボルボロスの。え、あいつがやったんだ。見たんだ。ジュラトドスじゃない、あいつがボルボロスを。ジュラトドス、緊急です。あ、いて。にしてもツインテールおじさん、本当悠々と軽々しく攻撃かわすな。ムービーの時だけ痕跡拾って。お、ありがてえ。さあやるか。今回は体験だ。体験ガードもできるもんな。これぬかるみにはまるやつだ。でもこいつ泥かぶってるから攻撃 してくる状態なのか違うのかよく見えないな。ああ、魚。誰か助太刀来ないかな。スリンガー使おう。おお、こいつ陸上に。うん、あれ、え、今のどんなスリンガー、どんなスリンガーアイテムだった。入って、まずい。これじゃない、こっちだ。痛い。
げえ攻撃してくんだ。ため切り。なんかため切りタイミングあったよな。どんなタイミングだったっけ。一番ダメージがでかくなる時のタイミング。風。ここ沼地戦いにくいな。で魚よ。誰も助けに来ねえ。誰かこのツインテールおじさんを助けてくれ。わあ、はまった。移動か。移動した。ここは最高に戦いにくいな。痕跡。こいつもしかしてまた沼地に。どこが硬いんだろう。これヒレが硬いのかな。ちょっと乗っかりたい。こういうやつには乗っかりたい。届かない。届いた。おら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 。おっと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 。落とされた。よし。ちょっともう一回乗っかりたいな。ほい。もう一丁行ってみよう。はい、乗った。乗り攻撃が一番。絶対攻撃も受けないし、スタミナは減るけど安全。おっと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 、ぶっ倒れた。硬っ。硬いじゃねえわ。トガネのためだわ。ほいだ。というかこの辺あの粉塵の材料になる虫が結構いる。あれどこ行った。そっちか。これはまた飛び乗り攻撃ができそうなところに。あータイミング悪い。よし。おい、お前に乗りたいんだよ。泥邪魔だ。回復きた。いや硬えなこいつ。もっと硬えやつ来てる。もっと硬えやつ来てるぞ。やべえぞ。ボールボロス来た。スター同士が争いを。この生態は利用
うまく隠れることができていますね。このまま見失うのを待ちましょう。ちょっと様子見よう。あららら、あー、あれはどっちが合ってるんだ。ジュラトドスが負けてんのか。あ、移動。250って数字出てたけど、多分ジュラトドスが食らったでしょ。おいじゃ、おっしゃ、待って、早く拾って。痛い。でも多分さっきのボルボロスのおかげでだいぶ体力が減らされたんじゃないかな。痛え。ここ嫌いだ。戦いにくい。あ、潜った。そう、危ねえ。これもう一回研いだ方がいいな、どっかのタイミングで。離れよう。オッケー。ここは戦いにくい、本当に。沼に足を取られる。ん？おねむか。よいしょっと。はい。これはおこだわ。誰でも怒るわ。待て。多分もうちょいだと思うんだけどな。やばい、はまってる。いいところではまってる。あー、くそ。ちょいで倒れてくれ。てかね、救援信号送ったけど誰も来ないってことは絶対こいつ不人気だろ。隊長やれ。よっしゃ。人気なやつだわこいつ。痕跡は拾っとくけど、もう泥ならさっきからずっとへばりついてるけど。で、学者は助かったんだよな、きっと。ボルボロスを倒したのがジュラットドスだ的なことを言ってたけど、さっき現れたボルボロスにボッコボコにされてったぞこいつ。一度揃っているな。これより作戦会議を開始する。皆のおかげで各地で発見された痕跡の調査が
順調に進んでいる。学者たちがゾラ・マグダラオスの進行ルートについて詳しい調査を進めた結果、やつは大峡谷を目指していることが判明した。大峡谷、オオアリ塚の荒れ地の向こうに横たわるあの巨大な谷ですね。ここで一つ提案がある。大峡谷でゾラ・マグダラオスの捕獲を決行したい。え？捕獲ですか？幸いなことに大峡谷は奴を捕獲するに最適の地形だ。こんな機会はもう二度とないだろう。今を逃せば次は10年後。いや、次がある確証はないんや。勝算はなければ動けない心臓でもあるまい。答えは一つ。今なら生きのいいゴキ団もおるしな。決まりだな。だったらその前に拠点の安全を確実なものにしたい。最近アンジャナフがこの近くをうろつくようになった。これを放置したままじゃ捕獲作戦には望めない。よし、ならばハンターたちの次の緊急任務はアンジャナフの狩猟とする。アンジャナフは強大な相手だ。十分に準備をしてから挑め。総司令、それなんだけど僕にいい案があるんだ。君、この後僕のところに来てくれないかな。あとは気になる報告が上がっていたな。調べに行ってくれるか。承知。ん？ソドマスター？ヤマト？これよりゾラ・マグダラオスの捕獲を目標とする。おのおの準備を開始しろ。以上、解散。植生研究所の所長さんから話を聞きませんか？助けた人だね。ソードマスター今ここにいたけど、何者？お話聞こうか。気合が入るよね。アンジャナフはね、何度かあの古代獣の森で見かけてはいる。お？飛びかがち。じゃあ頼むよ。はい。お、これは俗に言うギリースーツってやつだろう。絶対ギリースーツだわ。あ、ギリースーツだ。次の任務は飛びかがちの狩猟ですね。場所は古代樹の森か。まあ、この辺は済ましておこうか。動画外でクエストの確認。あ、と思ったらこれが任務になってるなら、じゃあ次はこれをやんないといけないね。よし、それじゃあ今回この辺にしよう。ゾラ・マグダラオスは狩猟よりは捕獲優先ってな感じで、装備ももうちょっと強化した方がいいな。ここまで来たらなんか別の武器でも使ってみよう。はい、ご視聴ありがとうございました。